で本日はこれから30分ぐらいかけて、10月24日に発売されたばっかりのスピットファイアオーディオの、超巨大オーケストラサンプルライブラリー BBC シンフォニーオーケストラを、どういうふうに使ってどういうふうに向き合っていけば効率的にオーケストラの曲を作ることができるのかっていうのを30分で、お見せしていきたいと思います。思いますが、まず最初に皆さん気になっているのは音だと思うので、景気づけに1回、デモ曲作ってきたので1分ぐらい鳴らしたいと思います。はい、こんな感じの音が、全ての音に関して BBCSO から出力して、まあ、今鳴らしての波形なんですけれども、他のライブラリを一切使っていない今回発売された BBCSO の音となっております。ちょっと平日の朝一から鳴らすには暗い曲作っちゃったなって反省してるんですけれども、ですね、これまでのオーケストラライブラリいろいろ市場にあるんですけれども、それとだいぶ違うところも多いので、実際にその違いを見ていきたいと思います。ここから先は、Mac の操作に移るので座らせてもらいます。ですね、じゃあまずはですねテンプレを組んでみましょう。はい、世の中のオーケストラライブラリいろんなパッチの分かれ方しているものがあります。奏法ごとに分かれているものもあれば、バイオリンはバイオリン1で固まってて、ホルンはホルンで固まっててみたいなものもあれば、いろんなものがありますありますが、この、BBC シンフォニーオーケストラに関してはスピットファイアの自社エンジンで動いていて、ご覧の通りバイオリンファーストであればバイオリンファーストで1個のパッチになっています。でその中でアーティキュレーションを選んで、この1個のインスタンスで全てのバイオリンファーストの奏法が鳴らせるようになっています。起動した段階でこうやって、大きくバーンって画面が出てくるんですけれども、初期の状態だと全ての奏法がロードされているので、ここをクリックしてもらえればこうやって奏法がバーって並んでるので使わなさそうなやつ、まあ、この弱音機のついたトレモロとかそんなに使わないと思うんで外していってみたいなことをして、数を減らしていって自分が使う奏法だけをロードし上げればラムにも優しいしマシンにも優しくなります。で、非常にこうやって直感的にテンプレートというか、パッチが組めるので、思ってたほどストレスがないなというのが僕の第一印象だったんですけれども、オーケストラの、編曲をするときに2つの派閥に分かれると思います。1つはキースイッチで奏法をコントロールする人、もう1つは奏法ごとにミニトラックを分けたい人、どちらでもこれは割と柔軟にとか直感的に使えるようになっています。デフォルトの状態だとここにキースイッチっていうのがあるので、ごめんなさい、キースイッチすればこの辺のやつは全部、バイオリンファーストだと C-1 から半音ずつ上がっていってキースイッチの領域に割り当てられてるんですけれども、ミディトラックを分けたい人は、ここでミディチャンネルっていうのを選んでもらえれば、ミディチャンネルの1から、あ、ごめんなさい、ミディチャンネルの1から入ってきたらレガートの音が鳴って、ミディチャンネルの2から信号が入ってきたらロングが鳴って、ミディチャンネルの3から入ってきたら、弱音機付きのロングが鳴ってみたいな感じで切り替えることができるので、これまで、キースイッチで作ってきたって方もミディトラックを分けてきたって方も、ストレスなく、この音源は使うことができます。まあ、一つ注意点としてはミディトラックを分けてる方は、ミディ CC の情報 CC1 とか CC11 エクスプレッションとか CC7 のボリュームみたいなものが全て、1個のインスタンスの中で共有されてしまうので、途中でレガートにしてからロングに行こうと思った時に別々の CC1 を書いてるとちょっとややこしいことになるので、そこだけ気をつけてください。はい、
で、この中でハンスジマーストリングス使ってますよって方いらっしゃいますかね。いらっしゃらない、いらっしゃらないか。じゃあ ここから説明することがどれだけ僕らにとって感動的なのかあんまり伝わらないかもしれないんですけど、実は、今回の BBCSO ではですね、なんとマスターチューニングを 440Hz から 1Hz 単位で変更することができます。やっと着きました、ありがとうございます。なので、普通だったら440でなってるんですけど、これを442にするみたいなことも簡単にできます。はい。でもう一つ非常に僕が待ち望んでいたのが、ですね、なんとマルチアウトができるようになりました。今までできなかったんで、これは割とそのスピットファイアの自社ライブラリを使っている方にとっては非常にありがたいアップデートでした。はい。はい、でここから、ここまでは非常に簡単に使える話なんですけど、ここから、さらに深く見ていくんですが、今ここでここの画面で表示されているのは双方です。で隣のこのミキサーっぽいところをクリックすると出てくるのが、マイクチャンネルなんですが、いわゆるオーケストラサンプルってクローズ、デッカツリー、アンビエンスみたいな、だいたい3チャンネルぐらいで構成されているものがほとんどだと思うんですけれども、この BBCSO のすごいところはとにかく本当のフルオーケストラレコーディングと同じだけの数のマイクが立っているっていうことですね。これここにミックス1っていうのはそのスピットファイアが作ったステレオミックスで、ミックス2っていうのも同じくスピットファイアが作ったステレオミックスなんですけれども、ここから先クロース、まあ、スポットマイク、デッカツリーのマイク、アウトリガー、ワイドマイク、アンビエンスマイクっていうのがあって、実はこの先に3ページあります。モノマイク、リーダーマイク、これはコンマスのところに立ってるやつですね。でクロースはスポットがちょっと実際のパンよりも広く振られたもので、ステレオがあって、ミッドがあって、サイドがあって、でバルコニーがあって、この SP なんたらっていうのは、スポットマイクを立てたときにバイオリンファーストを弾いてるとき、実際にはセカンドとかビオラとかチェロとかのスポットマイクにもバイオリンファーストの音は紛れ込んでるので、それを収録してあるチャンネルです。なのでこのスピルチャンネルがあることによって、これまでのオーケストラライブラリーよりも非常にリアルな音像を実現することができるようになっています。でさらに最後のページにはアトモスのフロントとアトモスのリアがあるので、なんとこのライブラリーはステレオ環境だけではなく、最大で 7.1.4 の環境まで曲を作ることができるようになっています。はい。でそうは言っても、まあ非力な環境、まあ、こういうラップトップとかで非力な環境で作る、シチュエーションにおいては、こちらのミックス1っていうスピットファイア側で作ってくれた、右側のクロスとかツリーとかアウトとかを混ぜて作ってくれた、ステレオミックスで作るのが一番楽かなと思います。でそれぞれのマイクチャンネル何をやってるか知りたい方は、こうマウスをホバーさせていただけるとですね、ここにヘルプテキストが出てくるので、どういう意図で、撮られたチャンネルなのか、どういう意図でミックスされたチャンネルなのかっていうのは、使いながら、テキストを読んで学ぶことができるようになっています。まあ、僕が個人的に BBCSO すごいなと思ったようなここのマイクの本数なんですけれども、じゃあこのマイクの本数がたくさんある、嬉しいのは嬉しいんですけども、例えばバイオリンファーストだけで、クローズ立ち上げてツリーやってアウトリガーやってアンビエンスやってみたいな感じで5チャンネルも6チャンネルも立ち上げていくと、まあ、膨大な数のチャンネルが DAW の中に立ち上がってしまうわけです。それはちょっと避けたいなということで、僕は、そのマシン負荷の理由ではなく、単純に DAW の中を、シンプルにしたいということでビエナアンサンブルプロを使っています。ですね、ストリングスで1個のインスタンス、ブラスで1個のインスタンス、ウッドウィンズで1個のインスタンス、パーカッションで1個のインスタンスを、起動して、ローカルで接続して、で接続先にはですね、こうやって、ファーストバイオリンがあって、セカンドバイオリンがあって、ビオラがあってっていうふうに並んでるんですけれども、今ここにグレーアウトしてあるのがエッセンシャルマイクっていうのとアディショナルマイクっていうので、実はこの中にも同じように並んでます。ファースト、セカンド、ビオラ、チェロ、ダブルベースで、アディショナルのとこにも同じように並んでいて、でこれらはロードしている奏法は全部同じものです。全部同じ奏法をロードしてるんですけれども、立ち上げてるマイクチャンネルが違います。今有効にしてるのはラップトップマイクスのところなので、
メインミックスだけ使ってるんですけれども、これが家に持ち帰ってもっとパワフルな環境で使うときになったら、このラップトップマイクを、オフにすると、こっちのエッセンシャルマイクの方にすると、例えば僕の場合はスポットマイクも欲しいし、デッカツリーも欲しいし、サラウンドマイクも欲しいっていうので、3ポジションの音が立ち上がってる状態になってます。はい、っていう風に、まあ、欲しいチャンネルを全部立ち上げていくと膨大な数になって、実際これストリングスだけで80何チャンネルあって、ブラスで80何チャンネルあって、木管で70何チャンネルあって、パーカッションで40何チャンネルあるんですけれども、最終的に、キューベスの中に立ち上がってくるチャンネル数としては、25チャンネルまでに抑えることができています。こうすることによって、制作中のミックスとかがすごい楽になるので、全部を DAW の中で完結させることももちろん問題はないんですけれども、まあ、より欲張った、よりリアルなオーケストラを作りたいときは、こういうふうに外で1回 Vienna Ensemble Pro でまとめてから DAW の中に持ち込むのが僕は、おすすめです。あと BBCSO ってオーケストラに関する全部の楽器が入ってるっていうのが一つはまたありがたいところで、例えばブラスだったらこの会社のやつ、ストリングスはこの会社のやつ、パーカッションはこの会社のやつっていう風にしてると、どうしても質感が揃わなくなってくる。特にクロスマイクはまだそうでもないんですけれども、サラウンドマイクとかにした時にスタジオの広さとか録音に使ったマイクとかマイクのポジションとかが露骨にその音質というか音像の差に出てくるので、そういう意味では、この BBCSO は同じスタジオで同じマイクポジションの状態で奏者だけが入れ替わって録音していってるので、ものすごくその音像に統一感があってあるので、ミックスをするときに本当にやることが少ないです。実は今最初に鳴らしたやつも全体的にちょっと EQ が入ってるだけなんですね。そう、ちょっと EQ が入ってるだけで、しかも EQ かけてるのがそのバイオリンファーストとかそういう単位じゃなくって、ストリングスっていうところに EQ がかかって、ブラスっていうところに EQ がかかって、木管っていうところに EQ がかかって、打楽器っていうところに EQ がかかってて、それでちょっとリバーブで引き伸ばしてやるだけでさっきみたいな音になるわけです。やっぱり僕みたいに欲張っていろんなマイクチャンネル立ち上げていくと、すごい負荷は立ち上げたチャンネルの数に比例して高くなっていってしまうので、負荷との付き合い方も考えなきゃいけないっていうところで、まあ、いろんなそのサンプルプレイバックのプレイヤーについている機能ではあるんですけれども、プリロードバッファーサイズっていうのが変えられるようになっています。ここですね、プリロードサイズっていうのとストリームバッファーサイズっていうのを大きくしていくことによって、もうちょっとたくさん、ラムの中に、サンプルをロードしても、まあ、なんとか頑張ってストリームすることができるようになります。ただ、例えばこれを、今12288サンプルなんですけれども、倍の24576サンプルとかにすると、倍にした分だけラムにロードされるサンプルの数も増えてしまうので、たくさんマイクチャンネルを鳴らしたいってなったら、ストレージの、ストリーミングの速さもしくはラムの量にどちらかに負荷をかけなきゃいけなくなってくるので、まあ、欲張った制作がしたくなったら、ちょっとマシンを強くしてやる必要はあるかなと思います。ただまあ苦しくなった時にここの数字をいじることによって、ある程度ちゃんといじるように動くようにはできるので、まあ、そういう意味では、ちゃんと考えられているというか救いがあるライブラリーだなと思います。はい、なんか喋ること全部喋り尽くしてしまった感じはあるんですが、もう一回話しておくと、そうですね、ちなみにこれ今ラップトップマイクスってところに全部まとめてきたんですけれども、アディショナルマイクスとエッセンシャルマイクスを家で全部ロードすると、それだけでラムの使用量はだいたい 5,60 ギガバイトぐらいいって、楽しいサラウンド制作ができるようになってます。で、今日持ってきたやつもそのサラウンドのセッションから持ってきちゃったんで、パンナーが全部バイパスされてるんですけれども、まあ、そういう意味ではステレオで作っててもサラウンドで作っててもストレスなくシームレスに行き来できるっていうのも一つありがたいポイントかなと思います。そうですね、最後にじゃあなんでここまでえげつないつらいですけど大容量のライブラリを使わなきゃいけないのかっていう話を、まあ、僕の意見なんですけれども、まあ、しようかなと思うんですが、まあ、僕はバックグラウンドがゲーム音楽なんです。もともと株式会社カプコンというところにいてゲームの音楽をずっと作ってきて、今もゲーム音楽を作ってるんですけれども、まあ、いわゆるそのインタラクティブメディアゲームとか、映画とか映像作品における音楽って音楽であると同時にやっぱり音響オーディオなんですね。なのでその鳴っているその譜面的な要素だけではなく、音色的なものであったり音像的なものであったりも含めて非常に重要な情報を持っているので、そうちょっと人間っぽい演奏ができるライブラリーっていうところだけじゃなくって、
ちょっと本当にスタジオで撮ったっぽい音が出せるっていうことが、まあ結局のところ一番サンプルライブラリーにとっては一番大事なんじゃないかなっていうのが、僕は一つこの BBCSO で出た結論だと思っています。はい、なので、やっぱりこの先も生録音にとって変わるようなオーケストラサンプルライブラリーっていうのは絶対に出てこないはずなので、じゃあ人間がやるべきことはやっぱ人間味を追加すること、音楽を解釈してその音楽のための演奏をすることが人間のやることなので、それに対して我々は究極的には打ち込みで何をしなきゃいけないのかってことを考えたときに、打ち込みでやるのはしっかりとした音響を作ってやること、まあ、文化だったり予算だったりプレイヤーだったりいろんな理由でどうしても実現できない、実現したいけど実現できない音像とか音響表現が実はサンプルでできるかもしれないってことをちゃんと理解した上で、サンプルで自分がそれをできるようにしておく準備をするっていうのが、まあ今のメディアコンポーザーに求められてる資質というか、まあ次にできるようになっとかなきゃいけないスキルセットの一つなんじゃないかなと思います。というところで、やばい、まだ18分しか経ってないんですが、これからちょっとじゃあ5分10分少々、質問を受け付けさせていただいて、最後にもう一回ドヤーと曲流して終わりたいなと思うんですが、非常に駆け足でやってしまったんですが、分からないところがあれば何でも聞いてください。僕が分かる範囲で BBCS のことをお答えします。はい、ありがとうございます。はい、はい、おおむね完結はできるんですけど、従来のスピットファイアのライブラリと同じで、例えばビブラートのコントロールだったりとか、21番に割り振られてるんですけど、あとはそのリリースの長さが CC17 に割り振られてたり、あとは細かいとこなんですけど、マイクチャンネルを少々お待ちください。ですね、こういうミキサーのマイクチャンネル一本一本が CC 何番っていうのに割り振られているので、ミディでここら辺のミックスバランスを変えることもできるようになってます。まあ、ただそうは言っても一番よく使うのは CC1 と CC11 と CC17、21、この4つだけ押さえとけば多分大丈夫じゃないかなと思います。ありがとうございます。その他に、はい、はい、はい。まあ、一番そのボトルネックになっていくのはやっぱり今ストレージの読み込み速度だと思うので、あ、まあ、理想を言うと、NVMe の SSD、 1秒間に 3GB ぐらい読み込める速いやつをで、例えばレードを組むとかをして、そこに一番、まあ、コストをかけていただくのがこれを動かす上では一番速いかなっていうのと、でその上でどうしても動かなくなったら、さっき言ったみたいにラムにいっぱい乗せていけば動きやすくなるので、メモリーを一番増やしていく、でそれで最終的に CPU が振り切れるんだったら最後に CPU に投資するっていう順番だと思うので、まずストレージを早くして、それでダメだったらラムを増やして、それで動かなかったら、まあ、CPU を見直すっていう順番でやればいいかなと思います。でもしくはこの BBCSO は、個人の仕様であれば2台までインストールしていいので、同じぐらいのスペックのマシンを2台用意してストリームする方がもしかしたら早いかもしれないです。でマシンを分けたときは、今ご覧いただいたようなビエナアンサンブルプロっていうのを使えば、サーバーとホストにしてつないでリアルタイムにサンプルのプレイバックを受けることができるので、という感じで大丈夫でしょうか。そうですね、今僕の環境は64と40でやってて、まあなんとか動くかなって感じですね。はい、僕は母管が iMac で、で音源マシンを Windows にしてるんですけれども、まあそこで OS が混ざっても特に問題はないです。はい、ありがとうございます。はい、はい、はい、ミディトラック見ますか。じゃあ、はい、ミディトラックはですね、一応こんな感じで、こんな感じで立ち上がってます。でさっきのやつ書き出すときに、こういう単位でソロにして、でオーディオチャンネルが分かれてる分だけ同時にバウンスして貼り付けたって感じです。
はい、そうですね、僕はそうです、ここ5年ぐらいでそっちの派閥に移ったんですけど、まあ、キースイッチするとどうしても下の方にゴミが溜まっていくのが嫌で、で、そうですね、であと書き出すときに、あの例えばあのクロスマイク、バイオリンファーストのクロスマイク、バイオリンファーストのデッカツリーマイク、バイオリンファーストのアウトリガーマイクってすると膨大な数になっちゃうので、じゃあ実際のオーケストラレコーディングってどういう入り方してるのかなって考えて、あのストリングスを書き出すときはストリングスのデッカツリー、ワイド、サラウンド、あとスポット5チャンネルみたいな感じの分け方にして、もう一緒くたにして書き出しちゃって、そこから先は分けられないようにしてます。その方があの気が楽というか、でそこで何かおかしいなと思ったら右に戻って CC11 とかでボリュームを書いてもう一回書き出し直すとかでやってます。ありがとうございます。不満バグ、安定、これはあのスピットファイアのせいというより僕のせいなんですけど、調子こいてロードしまくると動か、まあ、当然動かなくなって、であの最大同時発音数というかストレージの帯域幅を超えると、あの、まあ、他社のプレイヤーだったらそれでもなんとか頑張ってなろうとしたりするじゃないですか。結構潔く諦めるんでそこだけなんかもうちょっと根性見せてほしいなっていうのはありますけど、でも逆にその他社のプレイヤーだと、そのプロジェクトファイル、DAO のプロジェクトファイルを保存するのに10秒20秒とかかかったりするじゃないですか。それがこれなぜか BBCSO のプレイヤーだと1秒とかでスポッて保存できるんで、そこはすごい助かってます。じゃあもう一回最初に流した完全体の状態のやつを、あ、一応最初に鳴らしたやつは、立ち上げてるマイクはスポットマイクとデッカツリーマイクとワイドマイクとサラウンドマイクとスピルマイクとあとミッドマイクっていう、管楽器の前にステレオペアで立ってるミッドマイクっていうのがあるんで、それの音も使って鳴らしてます。はい、じゃあ最後に1回鳴らします。というのが BBC シンフォニーオーケストラの概要のご説明でした。僕も今日この後ずっとここら辺にいるので、まあ、僕他にもスピットファイアのシンフォニーシリーズ、チャンバー、スタジオシリーズ、ハンスジマーパーカッション、いろいろ触ってるんで、何かご質問があれば捕まえて聞いていただければと思います。というわけでありがとうございました。